竹達穂菜さんと内田真彩さん。人気声優である竹達さんですが、同じ声優の内田さんとの不仲が噂されていて、その関係については様々な憶測が飛び交っています。まずはこの2人をご紹介しましょう。竹達さんの代表作は軽音の中野あずさ役をはじめ、ソードアートオンラインのリーファ役で活躍されています。一方内田さんの代表作は中二病でも恋がしたいの高階立花役をはじめ、ご注文はウサギですかのシャロ役など可愛い役を多く演じています。互いに声優だけではなく音楽など多彩に活動されています。そんなお二人の不仲説が噂されるようになったきっかけは、アニメ聖剣使いのワールドブレイクの制作発表で共演した時のことです。この制作発表はニコニコ生放送で行われた竹達さんと内田さん以外に結城葵さんと小倉優衣さんの2人もいました。この生放送内では多くのファンが内田さんの扱いに対して違和感を感じたようで、まるで彼女だけが仲間外れにされているかのように見えたことが要因となっています。2人とも女性声優の中では非常に高い人気を集めていますが、人気声優同士が共演しないのには違和感を感じてしまいます。そのため2人の不仲は確実視されるようになり、互いに意識し合っていると言われるようになりました。2人は過去の共演からその関係が不仲だと言われるようになり、それ以降共演していないことからも不仲説はかなり有力視されるようになりました。さらに自身が結婚してから夫である梶裕貴さんと内田さんのツーショットが流出したこともあり、2人の不仲説はより濃厚なものになりました。ただ竹達さんと内田さんの不仲を決定づけるような要因はないため、現在でもその関係についてははっきりとしていません。今後何かきっかけがあれば再び2人の共演が見れることもあるかもしれません。山木杏奈さんと磯部佳凛さん、お二人ともアイドルマスターで共演しており人気キャラを演じております。そんなお二人ですが、ある事件がきっかけで不仲説が飛び交いました。まずはお二人の代表作を紹介していきます。山木さんの代表作はアイドルマスターシャイニーカラーズの白瀬咲夜役、ライフルイズビューティフルの五十嵐幸男役などを演じております。一方磯部さんの代表作はアイドルマスターシャイニーカラーズの月岡小金役、ジャストビコーズの夏目美代役など人気作で活躍をされています。そんなお二人の不仲説が出たのは山木さんのツイッターの裏垢発覚したことからなんです。彼女はその中で投稿していた内容があまりにもひどかったことで大炎上。さらに彼女の裏垢には声優仲間を批判するような投稿が見受けられ、ファンに大きなショックを与える結果になってしまいました。そしてその投稿の中に同業者への批判投稿を行っていたことが発覚しましたが、中でも目立っていたのは同じアイマス声優として活動している磯部さんへの批判です。彼女は磯部さんに対して怒りのような投稿をたびたび行っていて、互いにアイマスで活動していただけでなく友人同士でもあったため磯部さんを傷つける結果となってしまいました。磯部さんは彼女の裏垢での発言について正直悲しいと胸の内を明かしていました。名指しで批判された磯部さんは裏垢スキャンダル発覚後に山木さんと本音で話し合ったようで仲良くなれてたんだと思うんですと発言。磯部さんは山木さんが抱えていた思いを全て聞いたようで、知らぬ間に山木さんを傷つけていたことを反省したのだそうです。お互いに和解し、今は誰よりも仲が良くなったようですね。横山千佐さんと岡本麻也さん、お二人は魔法少女プリティサミーや桜大戦シリーズでの共演があり、一時期は岡本さんが横山さんの事務所に所属するほど良好な仲でした。その二人が今や不仲とささやかれるきっかけは一体何だったのか。まずはお二人の代表作を紹介しましょう。横山さんは桜大戦の新宮寺桜役をはじめ、モンスターファームシリーズの元気役など人気作に出演しています。一方岡本さんの代表作は機動戦士ゼータガンダムのエマ、シーン役をはじめ桜大戦のソレッタ、織姫役などを演じておられました。仲良しだったお二人ですが、2011年に横山さんが自身のメルマガにて岡本さんと思われる桜大戦の出演者に対しての不平不満を暴露した内容をファンに向けて発信し話題になりました。桜大戦は横山さんが主人公新宮寺桜役を演じる大人気ゲームアニメ作品で、
歌謡ショーという出演キャストが演じるミュージカルが定期的に行われていました。その15周年記念の武道館公演を目前にした横山さんが、顔合わせの日に目も合わさない出演者がいると告白したのです。そのような関係になった経緯も説明しており、5年前の歌謡ショー10周年公演に体調不良を理由に出演しなかったのに、その翌月には他の舞台に出ていた。その方が今回の武道館公演に出演するのは気持ちよくはないねと他の出演者とも話しました。と横山さん以外の出演者も同じ意見だと書かれていました。さらには、まるで私たちがいじめて降板したかのように周囲に言いふらしているんじゃないか、トーク速のようなことまで書いたりとファンを困惑させました。岡本さんは歌謡ショー10周年公演の際に突然降板し、周囲を困惑させたことがあったのは事実だそうです。岡本さん側の意見としては、歌謡ショー10周年公演を突然降板したのは、婦人科系の病気の闘病をしていて稽古を続けることが難しくなり、事情を説明できないまま降板してしまったので周囲に誤解されてしまったとしています。15周年記念の武道館公演開催に際し、舞台をまとめている作曲家の田中康平さんだが、出演者やスタッフに5年前の降板に対して怒っている人間はいないと確認までしたそうですが、横山さんの胸の内には飲み込めない部分があったのでしょう。15周年記念の武道館公演には岡本さんも横山さんも出演され、公演自体は素晴らしいものだったと好評を得ています。ですが、お二人が和解されたかどうかはその後も明らかになっていません。山北咲さんと芹沢優さん、声優とアイドルの活動を両立するハイブリッドユニットアイリスの山北さんと芹沢さんはファンの間では不仲説が流れています。同じユニットでなぜそんなものが流れたのか、まずは二人の代表作を見てみましょう。まず山北さんの代表作はプリパラの東堂紫音役をはじめ、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のラクシャータ役などアイドル役などを多く演じておられます。一方、芦沢さんの代表作はプリパラの南ミレイ役をはじめ、キラッとプリちゃんの赤木アンナ役など、こちらもアイドル役を多く演じています。同じグループで同じ声優なのになぜ不仲説が流れているか。ことの発端は2014年ネット上に掲載された記事で、ここにはメンバーで遊んだことがないと記載されており、このことから不仲説が流れました。特に山北さんと芹沢さんの仲が悪いと言われています。ですが、以前2人が出演されたラジオ番組では否定されているんです。そこではお互い嫌いとかではなく、共通点がほぼないから話さないだけとのこと。お笑いコンビでも楽屋では一言も喋らないコンビもいるそうですし、そういう感覚なのかもしれないですね。今はメンバー同士の仲が良いグループの方が好感を持たれることが多い時代です。話さないだけでもこのような噂が流れてしまうのかもしれません。また、同じアイリスのメンバーの渋谷あずきさんのツイッターで、山北さんと渋谷さんの2人で食事に行っているツイートを発見しました。この2人は特に仲が良いと言われているようです。不仲を完全否定していますね。今までの情報から推測すると、アイリスは特別仲の良いグループではないが、噂されているほど仲は悪くないグループなのではないでしょうか。高山みなみさんと林原めぐみさん、声優界ではレジェンドと言われるお二人、このお二人に不仲説というのが流れているようなのです。真相を確かめる前に、まずはお二人の代表作を紹介しましょう。まずは高山さんの代表作は名探偵コナンの江戸川コナン役をはじめ、忍たま乱太郎の稲寺乱太郎役など少年役を多く演じています。一方、林原さんの代表作は新世紀エヴァンゲリオンの綾波レイ役をはじめ、ポケットモンスターの武蔵役など、物静かな女性から元気な女性まで幅広いキャラを演じております。声優のみならずカスとしても活躍するお二人の不仲説がどうして出たのか、その理由はアフレコの時のシチュエーションにありました。共演作の一つである名探偵コナンでのアフレコ現場のことですが、普段は高山さんは毛利蘭役の山崎若菜さんの隣に座るそうです。しかし、山崎さんの出番がない場合にはそこに林原さんが座るとのことでした。山崎さんと林原さんの出番が一緒にある時には席替えを希望するそうです。しかし許可は下りず、高山さんは林原さんに睨まれてしまうのだそうです。これを目撃した山崎さんはその時のことを
声優の日高のり子さんに相談したのだそうです。実際は不仲というよりも単純に高山さんのモテ話のようです。不仲説が浮上してしまう高山さんと林原さんですが、シャーマンキングなどでの共演も多く仲が悪いわけではないことが分かりました。しかしそんな2人に関してファンはどんな感想を抱いているのか気になった人もいるかもしれませんね。ミルキーホームズ声優、人気アニメミルキーホームズの声優の4人の中で1人だけいじめられているなど不仲説が出ているのです。仲の良さそうな4人なのに一体なぜこんな内容が出たのでしょう。まずは4人の代表作を紹介しましょう。まずは三森すず子さんの代表作は探偵オペラミルキーホームズのシャーロックシェリン・フォード役をはじめ、結城優菜は勇者であるの東郷美森役などを演じております。続いて徳井空さんの代表作は探偵オペラミルキーホームズのゆずりザキネロ役をはじめ、ラブライブの矢沢に子役などアイドルとしても活躍しております。続いて佐々木美恋さんの代表作は探偵オペラミルキーホームズのエルキュールバートン役をはじめ、獣フレンズのロイヤルペンギン役を演じておられます。続いて吉田泉さんの代表作は探偵オペラミルキーホームズのコーデリア・ブラウカ役をはじめ、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いの黒木とも子役を演じています。ファンの間で佐々木さんがハブられているという声を多く聞きます。様々な場面で佐々木さんが他のメンバーからハブられているというもので、実際某テレビ番組に4人で登場した際に1人だけ他の3人と距離感があったり、他のイベントでの衣装が1人だけ違っている映像があったりと、ファンから見ても明らかにおかしいと騒ぎになっていました。しかしそれ以外にもミルキーホームズが不仲ではと言われる理由があるのです。4人のグループなどにそこでランキングをつけられていることで互いに嫉妬しているのではという憶測が飛び交ったりというものです。ミルキーホームズ声優の佐々木さんがハブられているかは本当かどうか本人たちにしかわからないことですが、現時点での不仲エピソードを挙げました。15周年に再結成ライブなども行っているから本当のところは不仲ではないのかもしれないですね。